セレッソユースで育ち、セレッソでプロデビュー。日本代表でも出場歴があり、持ち前の創造性あふれるプレーが魅力の柿谷陽一郎。今回はそんな悪童柿谷の面白いエピソード50連発を紹介していきます。見ている人を驚かせる創造性あふれるプレーが持ち味の柿谷。そんな柿谷を私生活から支える嫁は元グラビアアイドルの丸高愛美だ。丸高は結婚と同時にグラビアアイドルを引退したそう。柿谷の気持ちも考えているのが素晴らしい。そんな二人の出会いは共通の知人の紹介だったようだ。柿谷は2014年にスイスの FC バーゼルに完全移籍が来た。丸高は移籍前最後の試合を観戦し、その後柿谷の自宅へ行ったところで柿谷から告白されたようだ。柿谷からの告白の言葉は、明日か明後日にスイスに行っちゃうけど、よかったら付き合ってくださいだったそうだ。付き合ってすぐに遠距離恋愛になってしまうという壁も二人の愛で乗り越えたようだ。すごいすごい。しかしこの二人は絶対に付き合う前にやることやってると話題になった。原因は告白当日、丸高は柿谷の家に泊まることになっていて、寝ようとしたところを告白されたと語ったことから、男女が一緒に泊まって何もないということはないだろう。ありえねえだろ。結婚前には柿谷の浮気疑惑が浮上していた。柿谷がスイスから帰国後同棲を始めたのだが、柿谷はスマホケースに挟んでいた名刺を丸高が見ようとすると腐れたと語った。この名刺は婚約指輪を買うブランドのものだったが、勘違いした丸高が激怒したそうだ。ありえねえだろ。今でこそゲームキャプテンを任せられることもある柿谷だが、過去には遅刻を重ね、監督から全てのサポーターやクラブに対する裏切りだと罰金を課せられたこともある。前日に2得点を決めたが帳消しになってしまった。当時の古木監督は柿谷の積み重なる遅刻もあってか、柿谷を徳島ヴォルティスに期限付き移籍させることを決意。徳島移籍後もチームメイトが練習前に迎えに来るも、いつも寝てて出てこなかったという。また四国ダービーにおいて途中出場を命じられ、後半ラスト15分の出場にとどまった際には勝利したにもかかわらずチームメイトが喜ぶ中、一瞬だけ不満そうな態度を見せた。これを見逃さなかった見延監督は厳しく叱責したそうだ。しかし当時徳島のキャプテンだった倉敷和樹の高いプロ意識や見延監督と重ねた対話によって人間性に変化が現れ、不幸問題も徐々に減っていったという。徳島移籍がなければ今の勝田にはいなかったに違いない。徳島への期限付き移籍満了後、セレッソへ戻った柿谷だが、主力の移籍、代表選手の招集が重なり、チームは低迷。柿谷も3試合ノーゴールと不調が続くと、告白に頭を丸めてチーム練習に参加した。頭だけでなく、人間性も悪くなったようだ。すごいすごい。セレッソへ復帰したシーズン途中で、古木監督が再就任。古木監督復帰初戦では、決勝点を挙げ復帰を祝った。その後、古木監督と通訳の3人で会話する機会を設け、かつての過ちを謝罪した。これまでの柿谷なら、謝罪などしなかっただろうと喜ぶファンも。2012シーズンは故障にも悩まされたが、30試合11得点の活躍をし、 J リーグ優秀選手賞も受賞。これによりドイツ一部のニュルンベルクから移籍オファーが届いた。チームが不調な中でも結果を残す柿谷には、人間としてだけでなくサッカー選手としても大きく成長して帰ってきたようだ。ドイツ一部からオファーが届いた柿谷だったが、シーズン終了後に森島博明の自宅に招かれ、背番号8の継承を要請された。これに感激した柿谷は 98% ぐらいドイツに行きだったが、迷わずセレッソで8番をつけることを取ったと語った。2014年にスイスの FC バーゼルに移籍すると、欧州チャンピオンズリーグに出場したり、国内リーグ戦でハットトリックを達成するなどの活躍を残したが、翌年に怪我をし、そこからパフォーマンスが落ちてしまった。1年での J1 復帰に失敗したセレッソは、柿谷に復帰を要請し、2016年に完全移籍で復帰した。しかし、またしてもシーズン序盤に負傷。シーズン終盤に復帰すると、プレーオフで活躍し、J1 昇格に貢献した。怪我をしても、最後には活躍する姿がかっこよすぎる。やるじゃないか。翌年にはリーグ戦全試合に出場、ルヴァンカップでは4試合に出場し、クラブ初タイトルへと導いた。また天皇杯準決勝でもヴィッセル神戸相手に勝ち越しゴールを挙げ、決勝進出を果たすと、決勝戦でもスタメンとして出場し優勝に貢献した。柿谷が復帰してからのチームの躍進がすごい。2019年シーズンの清水戦では、藤本浩太のラストマッチとなった。0-1で負けたまま迎えたハーフタイム、柿谷は藤本に、大丈夫、俺に任せておけと声をかけ、言葉通り79分にバイシクルシュートを決め、逆転勝利に貢献した。俺に任せておけはさすがにかっこよすぎる。2020年シーズンでは徐々に出番が減り、2021年シーズンで2年連続オファーをくれた名古屋に移籍した柿谷、シーズンを通して大活躍し、シーズン終わりには清武に、もう名古屋といえば陽一郎のチームだと思ってますと言わせた。1年で自分のチームだと思わせるとは。2021年終盤のセレッソ戦は憧れの大久保嘉人の引退試合ともなった。この試合で柿谷は足元にこぼれたボールをつま先で浮かせ、オーバーヘッドで先制点を決めた。特に嘉人さんが乗り移ったようなゴールと語ったこのゴールは年間最優秀ゴールに選ばれた。すごいすごい。トップに昇格してからはボールに多く関わりたいと考えながらプレーしていた柿谷。そんな柿谷は徳島時代に常に点を取ることしか考えていない佐藤をお手本にしていると明かした。柿谷が16歳の頃、大久保がスペインから帰国した。その時に他の選手は大久保を怖がって近寄らなかったが、柿谷だけはこの人の真似してたら上手くなると思い、一緒に居残り練習をしていたと語った。やるじゃないか。そんな柿谷は大久保と共に練習をする中で気づいたらタメ口で話していたと明かした。みんなが怖いと恐れていた大久保に近寄り、仲良くなってしまう柿谷の性格だからこそ、他のチームでもすぐに中心選手になれるのかもと考えてしまう。
那須大輔との対談の中で、吉人さんがイケメンやったらもっと人気出たと思うと語った角田に、最多得点記録者にそんなズバズバと物を言える角田には怖いもの知らずなのかもしれない。すごいすごい。那須、大久保、角田の3人での撮影では、那須が指定コンビということでいいですかって聞くと、角田は白目を向いてとぼける素振りを見せた。以降大久保は、はい、間違いないですと答え、ここで片思いだったことが発覚した。大久保と共に練習をしていく中で、いつの間にか寮から練習場までの送迎を大久保がしていたと語った。大久保ほどの選手を足に使う人など、後にも先にも角田以外に存在しないだろう。練習後には、角田を寮まで送った後に家に帰り、ご飯を食べてから寮に迎えに行き、温泉に行っていたと語った大久保。練習だけでなく、プライベートでも仲がいいことが伺える。サッカーでも私生活でも、いいお手本になっていたのだろう。吉人さんは、自分のやりたいプレーをずっと貫いてる。そこを真似した。と語った角田に、最後には、そこが唯一尊敬できるところですね。とふざけて見せた。この男、サッカーセンスだけでなく、トークのセンスまではあるのか。そんな角田には、中学2年生の頃からニュースの試合に出ていたと語った。つまり、中学生の頃から高校生と試合をしていたということになる。体の大きさも違うのに、通用していたということは、やはり技術がずば抜けていたのだろう。幼少期からズバ抜けて上手かった角谷。そんな角谷は特別な練習を追加でしたりしていたの？と尋ねた際には特に何もしてないですね。なんなら野球の練習とかしてました。と答えた。やはり生まれながらに持った才能のようだ。アンダーセブンティーンワールドカップのメンバーにも選出された角谷。初戦のハイチ戦の練習前にストレッチをしなかった角谷はピッチに出て最初に思いっきりボールを受けると肉離れ。これによって次の日のスタメン出場を逃すことになってしまった。悪い肉離れだったことが判明し、その後の試合には少しずつ出場していた角田に、そんな角田には翌年レアルマドリードから練習参加のオファーが来て練習参加し契約の話まで行ったとかだった。アンダーセブンティーンの頃から世界トップのビッグクラブから目をつけられていたようだ。すごいすごい。練習参加した際にはちょうど CL に出場していたレアルマドリードの試合を観戦させてもらったようだ。レアルマドリードのレジェンドラウルとグティが金髪の美女を2人連れてフェラーリから降り、さあってこういうことなんやと感じたそうだ。そこです。中学生の頃から天才としてプレーをしてきた角谷だが、宇佐美のことは別格だと感じていたと語った。自分より年下の宇佐美が自分より上の年代でプレーしているのを見て真似できないと感じていたようだ。大阪には天才方が多いのかもしれない。やった。天才角谷が認めた天才宇佐美がガンバ大阪に帰ってきたことに対しては、日本に足を踏み入れてほしくなかったと語った。また宇佐美も角谷には叶うわけはないと感じていたようだ。自分のやったプレーを言葉で説明できないと語る角谷。考えてプレーをしているというよりは感覚的にプレーしているということなのだろう。もうなんというか天才という言葉が似合いすぎている。サッカーもトークも何でもできる角谷はコロナ禍に自身の YouTube チャンネルを開設した。しかし公開された動画は4本。1本目の動画に関しては自身の映像も音声もなく、ただ文字が書かれている動画だった。 YouTube の才能はないのかもしれない。2005年にセレッソが優勝を逃した際に角谷は嬉しかったと語った。自分がセレッソを優勝させて海外に行くんやという思いがあっての発言だったようだ。やはり天才は目指すところも高い。2023年シーズンから徳島でプレーすることを選んだ角谷。自分はまだ活躍できると証明して J1 からオファーが来るくらい活躍したい。レアルソシエダからオファー来るの待つのもありやしとユーモアのあるコメントを残した。シーズン前のキャンプでは角谷の部屋に人が集まっていたようで、なんか知らんけど俺の部屋は人がたくさん来よるんですよと語った。角谷の人柄の良さ、人を引き寄せる魅力が垣間見えるエピソードだ。期待感の大きさを感じていますかという質問に対しては、期待されているがゆえのプレッシャーは一生つきまとうもの、慣れたというか飽きたというかと語った。サッカーを始めた頃から期待され続けた角谷にとってプレッシャーはあまり重んではないのかもしれない。角谷のデビュー戦は高額層の中での大宮戦だった。しかし本人にはなんとか J1 に残留させようという気持ちを持つ余裕がなかったと語った。ただめっちゃ楽しかったですと語り、思い出に残るデビュー戦になったようだ。やった。角谷のデビューしたては練習態度の悪さが目立つ選手だった。チームのスタメンは香川真司や乾隆など世界で活躍する選手がいただけに、どうせ頑張っても試合に出れないんでしょと指摘された気持ちから練習に気持ちが入らなかったと語った。ワールドカップのメンバーに招集されるまでは海外に挑戦したいという気持ちより、セレッソの8番として潰れるまでやりたいという気持ちの方が強かったと語った角谷。そんな角谷が海外移籍するほど気持ちが変わったのを見ると、代表選手たちのプレーに何か感じるものがあったのかもと考えてしまう。天才的なトラップ、パス、ドリブルと見ているものを魅了する角谷のプレー。そんな角谷だからこそたくさんのプレー集が YouTube にアップロードされている。そのコメント欄に否定的な意見は全くなく、天才や見てて楽しいなどのコメントがたくさん寄せられている。すごいすごい。角谷といえば常に左手首にテーピングを巻いている印象がある。このことに対し角谷は、徳島の頃からやるようになった、なんか気が引き締まると語った。角谷ほどの天才プレイヤーでもルーティーンはあるようだ。ユーモアのある角谷のインスタ投稿にはたくさんのハッシュタグがつけられている。そのハッシュタグに特に意味はなく、なぜかハッシュタグで文章を作って遊んでいるようだ。サポーターからはハッシュタグも楽しみという声も寄せられていた。これまで J リーグの開幕を見てサッカー選手を目指すようになったと語っていた角谷。実はたまたまセレッソのパスが予想通り手を振った際にゴールキーパーのジルマールが手を振り返してくれたことに感動し、このチームに行きたいと言い出したことがきっかけのようだ。
幼少期から天才だった柿谷の小学校の卒業文集には16歳でプロになると書かれていた。それを実現させてしまうのもすごいが、小学生の頃からプロを意識しているのもすごいと感じる。柿谷はサッカー人生の中で初めて認めなあかんと思えたのは香川真司と乾隆だったと語り、この二人のおかげで人を認めリスペクトすることが大事だということに気づけたと話した。この二人がいなければいつまでも人のことを舐め腐った悪ガキだったのかもしれない。昔からずっと応援してくれる人がいる。そういう人たちがいるからこそ頑張れる。いなくなったらやめようかなと語った柿谷。柿谷の天才的なプレーにも魅了され、いつまでも見続けたいと思うサポーターの応援によって一試合でも多く柿谷らしいプレーを見れることを願う。というわけで今回は柿谷陽一郎にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。